はい、皆さん、こんにちは。シンガーソングライター、そしてシニアスノータン、スノーマンのメンバー9人全員を強く推しております。全推しシニアスノータンの堀内恵三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいまして、ありがとうございます。本日2023年8月1日火曜日の夜に収録しております。今夜7月から始まりましたドラマ、嘘婚の第4話、近づく2人の距離、親友の秘密という第4話が放送されました。7月からスタートしたこのドラマ、嘘婚、主演はセクシーゾーンの菊池風磨さん、そして共演が、スノーマンの渡辺翔太さん、ショッピーが出演しておられるということで、このドラマのスタートすごく楽しみにしてましたし、今夜が第4話、ここまでの第3話をずっとこう見進めているうちに、すごいこのドラマのなんか面白さにハマってきて、毎週もう本当に楽しみに、この火曜日の夜、金曜日のトリリオンゲームと同じく、この火曜日の夜も楽しみにさせていただいています。で、まあ30分番組、30分のドラマということもありますし、またこの渡辺翔太さんは主演でもないので、ここまではその出演シーンもちょっと限られてるし、セリフなんかも限られてるんですけど、私はあの渡辺翔太さんの演技を本格的に見るのが今回この嘘婚が初めてなんですけど、これはもうファン目線っていうのを横に外しても思ってたより、あ、こんなにしっかりした素敵な演技をされる方なんやなっていうのを今回のまあ嘘婚で感じさせていただきまして、これからのまあ渡辺翔太さんの俳優としてのなんかもう道もすごくここ大きな可能性があると思うので、そこのところもすごく応援したいなという気持ちもあって、まあここまでその限られた出演シーン、限られたセリフの中からなんかグッときた演技であるとか、グッと心に残ったセリフなんかをピックアップさせていただいて、まあ、今夜のショッピーという形で、まあ、このあたりもファン目線なんですけど、そういう動画をね、毎回放送の後か、また翌日の午前中ぐらいに撮らせてアップさせていただいております。ですので、今夜、そうなるかと。そうは、まさかそう来るとはっていう感じで、ここまで1話、2話、3話、すごく楽しみに見てきたんですけど、ここのまでのところで、今夜の4話で、まあ、渡辺翔太さん、ショッピーのファンとして見てる、もう、ファンの皆さんも、一番やっぱり衝撃的な今回、展開やったのではないかなと思います。どんな風に衝撃的な展開やったかっていうのは、その革新的なところは、言いません。また1週間、TVerで見れますので、まだ今夜のその放送されました、第4話を見ておられない方もおられますし、ここまで見ておられない方も、ぜひこっから TVerで第4話見れますので見ていただきたいので、そうやったんや、嘘っていう、その革新的なところは言わないんですけども、その今夜ちょっとやっぱり衝撃を受けた、展開についても今夜のショッピーとしてお話しさせていただきたいなと思いますので、スノーマンファンの皆さん、ショッピーのファンの皆さん、そしてまたこのドラマ嘘婚ファンの皆さん、お付き合いいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。で、まず今夜、8月1日の火曜日、毎週火曜日は、私のこのほっこりカフェのチャンネルでは、午後9時からライブ配信で、ほっこりカフェっていう、まあ、ライブ配信をしてるんですけども、よっぽど私の何かこう、ライブとかそういう仕事がない限りは、毎週火曜日の午後9時からやってます。で、今夜も午後9時から、まあ、10時過ぎぐらいまでライブ配信やってたんですが、このほっこりカフェ、私たちの、まあ、すごく私も親しくさせていただいてるファミリーの、バーバラさん、ライブチャットコメントで、まあライブ配信してる時のはライブでこうチャットができるので、それでまあ見させていただいて、皆さんのコメントを見ながら私もお話ししてるんですけども、ショッピーにつながるものすごいコメントがあってびっくりしました。バーバラさんが、実は私の娘の何々の何々がショッピーのないないです、みたいな感じでも言いません。あったので、どんな話があったんやという方は、ぜひ、もう昨夜にアップしてます、ライブ配信ほっこりカフェの8月1日を見ていただきますと、途中のどこかで、そういう、おお、そうやったんや、という、まあ、今日は火曜日ということで、9時からはライブ配信ほっこりカフェ、そして終わってしばらくしたら、11時から放送されます、嘘婚を楽しみ
しているので、今日もライブ配信してる時も、もう終わって少ししたら、あ、今夜ウソコンの第4話楽しみやなっていう、そんな気持ちを胸の中にこう持ちながら、ライブ配信で皆さんと交流させていただいたら、まさかまさか、ショッピーにつながる、そんなコメントがあったので、びっくりしました。興味のある方はまたこのライブ配信、ほっこりカフェの動画の方もアーカイブでアップされてますので、見ていただけたらなと思います。それでは今夜の第4話の方にちょっと戻させていただきますと、第3話で、もう皆さんご存知なように、まあ、ここまでの流れとしては、その菊池風磨さんが演じられます、一級建築士、また建築事務所を経営しておられます、夏目匠さんが、大きな仕事をいただいている、三木谷ホールディング、なんかまあ、三木谷って言い、楽天の三木谷さん、三木谷って言いそうになるんですけど、三木谷、ホールディングの、まあ、社長から、大きな仕事をやるにはやっぱり家庭を持ってないとね、っていう、まあまあ今そんなこと言う人もあんまりおられないと思うんですけども、結婚してるのしてないの独身なのということで、もうしてますよっていうふうに、まあまあいわゆる嘘をついてしまうんですが、そのまあ嘘の結婚相手としてはまあお願いするのは、本当のところは嘘じゃなくて、本当にこの幼馴染の時からずっと大好きやった千堂八重さん、長濱ねるさんが演じておられます千堂八重さん、まあこの二人がまあ今回のまあ主演になると思うんですけども、でこの夏目匠さんのまあ親友でもあるし、仕事でも重要なパートナーである、ガーデンデザイナー、新藤正樹さんを、このショッピーがまあ演じてるんですけども、3話の終わりのところでは、その二木谷ホールディングのまあ娘さん、次期社長候補やと思うんですけど、二木谷レミさん、トリンドル・レナさんが演じておられます。スラッとして、なんかすごくこのちょっとこう怖い感じの役もぴったりやなと思うんですけど、その、二木谷レミさんが、あれ本当に本当にあれ匠の奥さんっていうふうにまあ疑ってて、まあ、素朴な可愛らしい奥さん像なので、本当にあれ匠が選んだのっていう感じで疑ってるから、3話の終わりでそのショッピーが2人でまあバーで飲みながらカウンターで探ってみますかっていうセリフがありました。あの探ってみますかっていうのが、まあ、先週の第3話の私の中での、まあ、今夜のショッピー、一番グッとしたなんかシーンであり、セリフっていうことで、先週、まあ、そこを動画でも取り上げさせていただいたんですが、そこを、まあ、週をまたいで、その、二木谷レミさんと、まあ、ショッピーと二人で、その、本当かどうか、ちょっと探ってみようっていう流れで、まあ、来るやろうな、と思ってて、その通り来たんですが、今夜4話で、衝撃的なことが、分かりましたよね。で、まあ、二人がまあ協力して、まあ、本当かどうか、本当の結婚なのか、本当の結婚相手なのかどうか、まあ、探っていくっていう流れで、その、新藤正樹さんが、この、二木谷レミさんと、まあ、電話で話しながら、そのまあ、レミさんもこの私たちを人としてこの信用してくれてないのよって、もうなんで俺にまで嘘をつくかなっていう、そんな会話のまあ最後切った後に、まあその嘘をついてるその匠くん、夏目匠さんが自分にも嘘をついてるっていうのはなんでやろうなと思うんだけど、その後でまあ言えないんだけど人のことっていうセリフがあって、私もあそこのあたりえっと思った。じゃあその新藤正樹さんも要するに何か、その、匠くんが嘘をついてる。でも言えないんだけどね、人のことっていうことは、自分も何か嘘をついてる。また、偽ってるっていうことやと思うので、何なのかな、そのあたりで、もしかしたら、もしかするのかなっていうのは、今回、まあ、ちょっと振り返って思い出したりしながら、その、ショッピーが演じておられます、新藤正樹さんのファッション的なものや、このピアスがすごくやっぱり私も印象的やったので、あ、そういう風になんかまあおしゃれな感じの、まあ、ガーデンデザイナーっていう役なんかなと思ったりしたんですけど、まあ言えないんだけどね、人のことっていうあの、ぼそっとこう独り言みたいなことを言うた段階で、
あれ、何々か何々か何なんかなと、何を偽ってはるのかなと思ったんですが、まあそれも後半のところで、結構だから今日は、ここまでの4回放送された中での4話で、今回は本当にその、渡辺翔太さん、ショッピーが演じておられます、新藤正樹さんの真実みたいなものを、実は明らかにする回やったのではないかなと思います。ので、まあショッピーのファンの皆さんにとってはこの今日の30分、まあ30分なんであっという間に過ぎるんですけど、すごくなんかこう、ここまでの中では一番見応え、見どころのあった、いっぱいあったなんか回ではなかったかなと、すごく思います。で、まあそのあたりから今夜の4話が始まるまでには、ちょっと想像もしてなかった展開、まあ真相がこう明らかになっていくんですけど、新藤正樹さんが二木谷レミさんと電話で話したりした後に、まあ、食事をしたこのお皿を下げようとされたら、まあ、小さなこの、ちょっと待ってって言って、この、まあ、パセリを取るんやけど、パセリに、ああ、そういうなんか意味があったんか、そういう思いが重なってたんかっていうのが、まあ、その後にこう展開されていきます。11時から、まあ、リアルタイムで見た後、最初見てる時は、おお、ええー、と思って見たんですけど、もう一度、ちょっとその後も、見返させていただいたら、あのあたりの微妙な心情みたいなものを、今夜のショッピーはすごく、上手に、表現してると思いますので、まあ、今夜のリアルタイムで見られた方もおられるし、見ておられない方もおられると思うんですけど、何度かあのあたりはね、ぜひ、ショッピーの演技、表情を、じっくりと見ていただきたいなと思うんですけど、むちゃむちゃなんか今日、ここまで1話からもすごい上手やなと思ってたんですけど、今夜の4話は、むちゃむちゃやっぱり素晴らしい演技を、して、やっぱりこの微妙な感じを、出しておられるのではないかなと、思います。まあでもちょっと、この展開は、びっくりしましたし、ここからまた、さらに、来週以降が、まあすごく、まあ楽しみになったんですけども、で、今夜またその、家の方に訪ねて行って、まあ、二木谷レミさんの、まあ、その、なんか、まあ、依頼じゃないけど、まあ、それも一緒になって、まあ、その思いもこう重なって、で、自分の思いもあるし、まあ、ちょっと訪ねていくんやけど、で、訪ねていく最後のところで、その、嘘なのか、本当なのか、で、それが分かって、さあ、どうなるんやと、自分の気持ちは、やから、っていうところのあのあたりも、ものすごいなんかね、私ももうなんかぐいぐいと引き込まれましたし、で、まあ今夜のショッピーとして、やっぱり一番グッとした、セリフは、それがこの今回の、まあ嘘婚、その、本当なのか、嘘なのか、それが分かったとしても、結局、俺は、パセリじゃん。っていうセリフが、なんかもう本当にちょっと悲しいセリフでもあるんですけど、それが分かったところで、まあ、結局パセリじゃん、まあ、自分はそのメインディッシュ、ないし、主役でもないし、そのちょっとこの脇にいるみたいな感じを込められてると思うんですけど、それが本当の真実が分かったとて、結局俺はパセリじゃんっていう、そんなこの思いを持って、その夏目匠さん二人が住んでるっていうことになってる、このスイートホームの、家に訪ねて行ってっていうところで、それがまた来週の、第5話で、まあ、展開されていくと思いますので、むちゃむちゃまた一段と今夜の4話を見終えて、楽しみになってきましたし、そうか、そんな、ああ、そういう思いを持って、そうか、夏目匠さんのことを見てたんやっていうのを、またこの、今回のドラマの中では、なんかこう、ずっとまた戻ってっていうシーンも何回もこのドラマの中で、30分の中でそういうシーンが出てくるんですけど、もう一度私も、1話からじっくりと録画してるので、また U-NEXT でも見れるので、じっくりもう一回1話から細かいところまで見返して、
今回の4話もう一度見て、そしてまた来週の5話に臨ませていただきたいなと思いました。今夜の4話を見られた方は、うわっと、へーっと思われたと思うんですけど、まだ見ておられない方は楽しみに見ていただきたいですし、ここまでこのウソコンを見ておられない方、ぜひ TVer で1話と、そしてまた今夜の4話は1週間以内でしたら見れると思いますので、主演はセクシーゾーンの菊池風磨さん、そしてまた、スノーマンの渡辺翔太さんがすごく重要な役で共演しておられます。もしかしたらこのジャニーズのなんかすごく、素敵な人気者たちがやってるドラマなんやろうっていう形でなんか思ってなんかスルーしておられる方もおられたら、ぜひこのおじさまがこんな風にすごく進めておりますので、騙されたと思って TVer でぜひ1話と2話3話はね TVer ではもう見れなくなって、私はまあ U-NEXT に入ってるから見れるんですけども、まあ4話だけ見ていただいてもここまでのところの流れも振り返って流してくださるので結構流れ的にはわかると思いますので、ぜひ今夜放送されましたウソコンの4話をぜひ見ていただきたいなと思います。来週からのまた展開もまた一段と楽しみになってまいりましたし、ショッピーのまた来週の、演技、セリフも楽しみにさせていただきたいなと思っております。今夜放送されましたウソコン4話を見ての今夜のショッピー、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。生まれてきてよかった。君と出会えたから。